可愛くなる努力をしたりとかゆかちゃんとしての美学を詰め込みましたね可愛かったもうしばらくいただきますムービーに向かって手を振ってくださいそして高橋さんあの女性的なファッションに身を包み自分を表現することでまあ、いろんなものと戦っているゆかちゃんまあ、難しい部分もあった挑戦的な役だったと思うんですが役を演じる上で意識したこと準備されたことってどんなことがありました えー、意識したことは、えー、自分と役を分けないことですかねもう高橋文哉自身が可愛くなるために何をしたいかっていうふうに思うように由かちゃんの気持ちを理解して可愛いいっていうことへの魅力を感じて、まあ、まずそこを理解するともうそこからはもう普通の役作りと何も変わらないので。 まあなんかこうエッセーに行ってみたりとかなんか可愛くなる努力をしたりとかあとはなんかこうもう一つお芝居のテクニカルな部分でいうと歩き方とか姿勢とか手先の神経の通らせ方というか,なんか本当につま先から手の指先までお芝居をしている時に一瞬も気を抜くことがなかったくらい全身に神経を渡らせて。 それぞれぞにこうゆ香ちゃんとしての美学を詰め込みましたねでその演じたゆ香ちゃんは前田さん演じるヤトラと、まあ、衝突もしながらもお互いの内面を知っていくことで理解を深めていきます先ほどから見ていてもあの高橋さんが、ね、ずっと横の前田さんを見る目が優しいんですよ、なんか <laughs> すごく優しいあのお二人共演してみていかがでした今うお二人で話してみてど,どうでしたお二人可愛か。った <laughs> あ、ゆかちちゃゃん。んんゆかちゃんかか可愛った。そうですね、なんかこう何だろう和気あいあいとというよりか,そのなんか雑談いっぱいしたというよりかは結構言葉は少なかったんですけど、うん、なんかその役を通してそのシーンを通してすごいあの徐々にこうしっかり距離が近づいてたなあっていう感覚はありますね。 なんか現場で基本よく聞く現場の雰囲気って和気あいあいとやってましたとかなんかこうあのプライベートの話もたくさんしてっていうものがあなんか当たり前になってきてたんですけどこの現場ではそれはなくて本当にあのこのプロモーションの期間が始まるまでゴードン君のことほぼ何も知らなかったんですよ、僕は。だけどプロモーションが始まってやっとこうまあ中身とかのお話とかをしていくとなんか自分とちょっと似てる部分があったりとか,なんかすごく共感できる部分があって。 なのでなんかその作品中の何て言うんですかねあの何とも言えない距離感関係性っていうのはこのお互いの役に向き合う、まあ、姿勢があるからこそできたそれぞれの関係性だなっていうのは救われたなと思っ